地域医療に貢献したいっていう生徒っていっぱいいると思うんですよ、はい、地域に貢献したいっていう発言は印象いいんですか？武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾医心館統括の千葉です。千葉先生、国立医学部の入試って医学部入りたいと思ったらこうどこでも受ける方多いじゃないですか、はい、そんな中で結構その面接とかでよくこの話が出てくると思うんでちょっとこの質問を取り上げたいと思うんですけど、はい、医学部の面接で、はい、よくその地域医療に貢献したいっていう生徒っていっぱいいると思うんですよ、はい、地域医療に貢献したいっていう発言は印象いいんですかっていう。テレビその他で報道されていて地域医療が、はい、地域医療がっていう言葉が、はい、こう割と先行しているように思うんですね、はい、で、まあ、そういった意味で受験生の多くの人が出身の大学の近くでこう地域医療に功績を貢献したいっていうことを面接で答える人いるんですけれども、はい、もちろん悪いことではないんですけれども、はい、もし答えるんであるならば、はい、地域医療について特にその大学の周辺の地域でどういう特徴を持っているかもきちんと調べた上で答えるんだったら、はい、大丈夫なんですけれども、はい、口だけで地域医療と答えると、はい、やっぱり面接をしている先生方は専門家ですから、はい、その辺のところを詳しく疲れて、はい、書いてのぎまぎしてしまって失敗するっていうケースもありますので、はい、要は地域医療っていう医療はないわけですよね。そうですね。その地域ごとの医療があるだけであって、うん、地域医療っていうテーマではないってことですよね。そうですね。当然その北海道なら北海道の地域で、うん、こう不足していたり、はい、こう強化した医療があって、はい、それは沖縄とは全然違うわけですよね。そうですよね。はい。まあよく言われることなんですけど、はい、昔長野県で釜でまだ、なんて言うんでしょう、農作業をしていてですね、はい、こう腱鞘炎になってしまったりとかって、はい、そういうケースがこうあったのを発見された先生がいましてね、はい、まあ、そういうのも地域に特化したような、はい、そういう病気っていうのは疾病っていうのはもういくらでもあるんですね、はいはいはい、ですからそういうことも考え合わせた上でよく勉強した上で答えられれば大丈夫だと思いますけどね。それこそ東日本大震災のあった地域だったりとか、はい、今回 の, その台風 の,、はい、その被害が大きかった地域なんかはそこで求められる医療っていうのは結構やっぱり特色が出てくるっていうのがあるわけですよ ね, はい、3.11 の時に非常に注目されたのは福島でやはり、はい、原子力関係 の,、はい、原発で汚染されてしまったりしたことがありましたけども、はい、それによっても発がんするんではないかというような危険がありました、はいまあ、そういったことでそういうことを研究している地域の大学もありますので、はいはいはい、そういうこともきちんと勉強されていかれるといいと思いますね、はい、じゃあまず地域医療に貢献したいで終わってはいけないってことですね。そうですね、はい、じゃあこの大学この地域での地域医療っていうのは何なのかと、はい、そのため例えばどんな分野を勉強すればいいのか。そうですね、はい、それを通してどんな医者になりたいのかっていうことまで考えて発言できるなら、うん、これはもちろんプラスにはなる、うん、はい、その通りだと思いますね、はいはい、まあ北から南まで日本は非常に広いので、はい、北海道と沖縄が同じ疾病構造をしているかというとやっぱり違いますので、はい、そういうこともね合わせて考え合わせていくといいんじゃないかなと思います。地域医療に貢献したいというのはあくまでスタートであって、はい、そこから掘り下げてちゃんとした目的に仕上げて初めてその面接とかでちゃんとした受け答えになれるっていう。そうですね、はい、その通りだと思います、はいはい、なのでもし地域医療に貢献したいという今考えを持っている方はですね、具体的に何をしたいのかっていうことまでですね考えるようにしていただくとよりいい答えをその面接の場とか実際の医師を志す上で考えられるようになるんじゃないかなという話でした。今回は以上です。はい、今回の動画を見てくださってですね、もし医心館に興味が湧いたという方はですね、下の、概要欄の方から、問い合わせできるようになっておりますので、よかったらですね、こちらから問い合わせお願いいたします。ご相談お待ちしてます。